こんにちは。和歌山県立医大の久保隆です。今日のお話の流れです。血栓性病変、特発性感動脈解離、ロータスルートアピアランス、分岐部病変、石灰化、最強作の順でお話を進めてまいります。まずは、血栓性病変です。 血栓性病変、すなわち ACS のカルプリットリージョンというふうに言うことができます。代表的なものはプラークラプチャーです。OCT はプラークラプチャーを明瞭に病写することができます。プラークラプチャーは大きなラプチャードキャビティと破裂したファイブロスキャップによって特徴づけられます。さらに、このラプチャーの病変においては大きな脂質性のコア、 特に先生皮膜が薄いもの伴っていることが特徴的というふうに言えます。これらのラプチャー病変に対するインターベンションは他のエロージョンやカルシファイドのデルに比べて用護が不良である CKMB の上昇が大きいなどのことが報告されています。さらにこのラプチャー病変に対するインターベンションにおいて注意すべきこととしては スローフロー、ディスタラルエンブライゼーションの頻度が高いということです。ラプチャー病変は血栓に富み、薄い染性飛膜はステントの植え込みによって容易に破裂を起こすことから、スローフローやディスタラルエンブライゼーションのリスクが高いというふうに言えます。270度以上の大きな疾走を有し、長軸方向に5ミリ以上の歯性病変に対しては、ディスタルプロテクションなどの 保護デバイスの使用を検討するそういうことが有効かもしれません